境に封じられた九尾の狐は退屈を持て余していた。ここには鏡像しかおらず、彼女の糧となる負の心は生まれない。心境はまさに九尾の狐を永遠に閉じ込める檻だった。それならばと九尾の狐は鉄錆を思いつく。鏡像たちの世界をかき回し、その果てにかつて自分に屈辱を与えた者たちの鏡像に復讐する。九尾の狐は自らの尾を用いてオロチの似姿を作ると、鏡像たちのもとへと近づいていった。モサイ、強者よ、我を超えよ。我、絶対の破壊者なり。所詮偽物とはいえ、ようできておる。魔王を操る、いとおかしきことよ。さりとて、この世界にはわらわの糧がない。術を自在に操ることもままならない。人や仙人の鏡像をいたぶるはただの手すさぎ。多くの力を使うなぞ仙なきことじゃ。我が意に従うしもべがおればのう。誰ぞふさわしき者はおらぬものか。さて、近くに鏡像たちがおるのよ。我がしもべにふさわしいか見定めよ。お指の狐だ。なぜそのようなものがここに。今は考えている場合ではない。直ちに迎撃するのだ。九尾の狐が現れた。諸徳川軍との演習は中止だ。狐を攻める。破壊の限りを尽くしましょうぞ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。私の知略に勝てると思いか。悔しいが、引かねば。敵将を討ち取った。私のそばを離れないようにする。人を憎くす。しもべにもいらぬ。散るなよいわ。お見事な暴れぶり。次はキツネと戦いだ。俺様はお宝探しに来てってのに。あのキツネ、何だろうな、知らねえか。なんと苛烈な戦い。しましょうぞ。
んてお宝のありかを知らねえ。ね、姉ちゃん、わらわのことお宝ね、だって知らねえ。よし、決めた。この分、あんたの友をさせて、あ、もらおも進軍せよ。
騒乱の火種を消す。その首もらった。そちは人に妬まれ恨まれておる。なんとも良い匂いが漂っておる。私を食おうと思うのに動くことだ。おそらくまずい。なかなかに面白げないやつ。キツネがこれほどとは。くじけるわけにはいかぬ。なんとしても九尾のキツネを止めるのだ。全軍苛烈な戦。覚悟せよ、陽子。我が正義の槍で貫いてくれん。その正義の槍で恨みを乞うておろう。そちの周りにはくどくどとした女が見える。アダムを顧みぬ働き、天も大喜びでしょう。父の人の子に恨みを抱えておるわ。つかず恐れられる日々であろうな。愛の限りを尽くしましょうぞ。お見事な暴れぶり。キュービとは恐ろしいものなのか。私には悲しそうに見えるのだが。わらわが悲しみに見えると申すか。そちの気は不思議な色ではない。そうなのか。私には何も見えぬが。お前さんは超面倒そうだね。わらはお前に何の気負いもない。そちは変わっておる。これが世界の意志。二つなき破滅への童貞。まずまずの座教であったわ。我がしもべにふさわしき者もいたようじゃ。滅びの意志は止められぬ。で、なぜ私を生かしてあるのだ。命乞いをした覚えはないが。まあ聞くがよい。わらわに従うならば命は取らぬ。わらわには面白き企てがあっての。そちにも楽しませてやろうというのじゃ。それにこの狐の姉ちゃんは強え。お宝だっていただき放題に違いねえぜ。この者からは奇跡の力を感じる。何にもついてくれがよいぞ。確かに九尾の力はそこが知れぬ。案外天下に一番近いのは九尾かもしれぬな。
よかろう。私も共に行かせてもらう。何を特進したのか知らぬが、まあよいわ。さあついてまいれ。わらわに従う者を増やさねばならぬ。わらわの力を。なんであいつの仲間になったんだ。やっぱお宝。キュービの狐という存在に興味があるからだ。オロチすら従わせる力、さらに戦力を増やさんとする意図、あの者が世の害悪か否か、懐に入ればおのずと見極められよう。力を疑うとは罰当たりだ。さて死後はここまでだ。命じられた通り仲間を増やすとしよう。